どうも皆さんごきげんよう。小さな石田純一、小石田純一です。ドレンディ、今日はですね、こちらインゲンを使ってインゲンのごまあえを作ってみたいと思います。ブラボ。やっぱね、自分が種から育てたインゲンを食べれる幸せ、なるほど、噛みしめたいと思います。これでごまも作ってたらね、すごいですけど、でも自給自足感半端ないですけどね。じゃあ早速作っていきたいと思います。はい、それじゃあレッツクッキング。洗います。洗えよ洗っとけよ。ありがとうございます。いつもすいません、いつも。あー、水が気持ちいい。暑いですからね。はい、プールとか行きたいですね、夏本当に。もうでも、もはやおじさん一人でプール行ってたら不思議じゃないですか。そうですよね、やっぱね、子供とかいればね行けたのに。あの、今までの人生、売れいやっぱね、気軽にプールにも行けない人生になってましたね、気づいたら。いや、お一人様ってね。そうですね、おじさんが一人でプール行ったらね、怖いですもんね。じゃあこれ、まずですね、このインゲン、だいたい100〜120g 使います。はいはい。でこれまず筋取りしますね。この端切る感じ、はいはい、で大丈夫です。もう筋だいたいもうないと思うんで、このインゲン、これ筋なしインゲンなんですね。筋なしです、筋なし。鶴瓶さんのやつみたいですか。下にばらつきが、これ入んの、またもうこれもう切らないと入らないやつですね。切っちゃうんですね。あ、でも大きいですね。大きいよ、育てすぎたのかもしれませんね。甘やかしてね、すくすくと伸び伸びと。まあ確かに雑草はそうでしたね。雑草はやばかったです、すくすくと。こっち側が雑草がすごくて怖いですけどね。侵食されてるんですよ、雑草に。もうだって海ですもんね。やっぱ暑いからさ、もう畑行られないからさ、はいはい、なかなかね、草むしりもできないですよね。なんかあの芝刈り機みたいなやつで枯れないですかね、雑草。ああ、まあ枯れるだろうけど、はい、例えばスイカ畑見たじゃないですか。はいはいはい。あそこもスイカあるじゃないですか、はい、スイカと一緒に行っちゃいそうになるじゃないですか。やっぱ違うんですよ、そのスイカの周りが雑草になる前にやるんですよ。あ、そうか。あの状態じゃもう遅いってことね。もう遅いです。俺なんでカメラマンから農業の仕方を教わんなきゃいけないの。確か早め早めにやんなきゃいけなかった。そうですよ、あんな状態じゃもうやる気も出ないしね。まあ確かに、でもないんですかね、その機械ね。ここにはないですか。ここにはないですね。あ、でも、え、どういうやつ、草刈り、なんかベーってなんかあるじゃないですか。あ、でもあるよ、多分あんのかい。もうあれでなんかね、こう歯の丸い歯がだってこう回転するようなのあります、あります。父がやってましたよ。なんのかい。ただサボってただけでした、今年の夏は。あるある。あ、そういう器具をやるのもいいっすね。農業器具を見せ、お見せする。なんかね、器具とかね、使ってみたいから送ってくれないですかね。紹介したりね。あ、スポンサー。はい。農業器具メーカーの皆さん。だからヤンマーとか、いわゆるヤンマー。ヤンマーさん、天気予報もしますよ、僕。結構ですって。ヤンマーさん、はい、筋取り終わりましたね、両端切って。そしたらですね、はい、このお湯、はい、お湯はね、沸騰させておいたんですよ。学びましたね。学びます、日々成長ですよ。いや、感動しました。お、
小泉首相以来の感動したが出た。お先にお湯を沸いて感動した。どんだけ感動レベル低いですか。ついについに出来の悪かったあの子がっていう。そしたらこれ、はい、塩少々入れます。はい、もう少々。そしたらこれ入れて、これ入れてみっか。もうそのまんま切るのめんどくさいか。いっちゃってみっか。いっちゃってみっか。じゃあこれ2分いきます。はい、蓋はいいんですか。します。今日は割とそこまで暑くないんですけど、はい、まあでも暑いですね、言うても。漫談のお時間ですか。いや夏になりますとね、じゃないよ。2分尺でね。1回戦用のネタ試す。 R1 グランプリ、 R1 グランプリ出れないけどね。いいですね、今哀愁が。出れないけどね。ネタやったところで何にも見せる場もなく出れないけどね。何にも出てない。農業するしかない。その残された道は俺には農業しかない。農業で、農業でね、成り上がっていかなきゃいけない。この夏ご予定は何かあるんですか。この夏の予定ですか。だから前も言いましたけど、富士山に登るのが多分一大イベントになると思いますね。ちょっと体力つけないとね。なるほど。はい、迷惑かけたくないとね。一緒に行く人たちと。誰と行くんですか。え、ジャッキーちゃん。ジャッキーチェーンでおなじみのジャッキーちゃん。すごいですね、偽物が2人。そうです。あと石川不良さんね。あ、偽物ですね。はい、あと G 高志さんとか。あ、なるほど。モノマネ芸人だらけで登るっていう。あやばい、逆打ち水ですね、これ。熱くなるための。後ろ熱く。ほら、でもいい色茹でて。あ、いい色になりましたね。はい、でこれすぐね、冷水にしてシャキッと。あ、ちょっと柔らかい。どうですか、水は。水は気持ちいいよ。さっきと一緒だよ。プール行って。プール一人でいたら不思議なんですよ。わあ、もうプールにも行けねえし、R1 にも出れねえし。どうすりゃいいんだよ、俺。今までの人生を憂わないでください。ちょっと再放送がすごい。え、タイムリープしてる。水分取ります。こうすることによってね、シャキシャキっとしたね。へなへなへな。大丈夫かな、茹ですぎてはないと思う。これ何作ってるんでしたっけ。ごまえです、ごまえ。ごまえだそうだ。ごまえ簡単ですからね。その簡単なごまえを失敗するのがこのクオリティじゃないですか。ちょっと待って待って。確かにちょっと今日もね、不安要素が僕1個あるんですよね。はい、何でしょう。もうね、めんつゆを使って味付けするんですけど、はい、僕が調べたレシピのやつね、うん、めんつゆでできるインゲンのごまあえなんですけど、3倍濃縮めんつゆを使ってくださいって書いてありますけど、はい、家見たらストレートのめんつゆしかないんで、もう分量が僕はもう分からないです、そうなってくると。で、しかもです、ね、そうめんつゆなんですよね、それがまた。ああ、なるほど、そうめん専用の、はい、違うのかなっていう。でもそんな変わんないでしょ。まあやってみましょう、うん、だからちょっと濃縮じゃないから薄味になるかもしれないですけど、それはそれでヘルシーですよね。まあこのチャンネル全部薄味でやってますから大丈夫です。何も言えない。そんな言われても何も言えない。北島康介、北島康介。もう発言がやっぱおじさんですね、やっぱり。おじさんですね。
伝わらないでしょ、うん、20代だ何オリンピックですかあれ。あれですか、はい、あな何オリンピック、ソウルオリンピックでしたかねめっちゃ前だよ。ソウルはカール・ルイスとベン・ジョンソンだからいやこれ今 若者に刺さってますよカール君とか知らないでしょ人形堂たけしのスポーツ大賞やめよそれ以上10代がポカンとしたから。そうですね、はい、なぜなぜって言ってます。なぜなぜカール・ルイス足が速いのなぜなぜ。これは完璧ですね。バズりますね。恥ずかしいよ。なぜなぜよく分かってない。なんか変な大人ブルーみたいな動きしましたいきます。じゃあめんつゆ大さじ2杯。はい、本当は3倍のめんつゆなんですけど、3倍濃縮ストレートのそうめんつゆなんで、まあ、これがちょっと怖いですね。で、砂糖大さじ1杯です。もう大さじ1杯かこれこんぐらいですで、すりごま、白すりごま、はい、大さじ2杯。まあでもこのごまなんてね、いっぱい入れても別にいいでしょ。まあね、あれはあれだけいいですから。ごま、あえつってるんだもんね。これも好みです。あ、でも匂いがごまあえっぽい匂いしてきましたね、やっぱね。いいんじゃない。そしたらですね、これと、これを混ぜていくんですけどね。マーゼマーゼですね。あ、マーゼマーゼ。10代に受けるぞ。で、インゲンをどうですかね、できる。こんぐらいの大きさ、うん、して入れて食べやすい大きさ。マーゼマーゼですね聞いてんじゃないですか、はいはいはい、TikTok バズるぞあとあれですね、はい、本家というか本物をちゃんと見といてください確かに分かんないでやってるかな。何が本家かも分かんなくないですか。まあみんながやってるでしょうからね今ね。マーゼマーゼじゃない、なぜなぜ、なぜなぜです。今もう、ま、なぜなぜって言ったらもう絶対バズりますからね。本当に今なぜなぜって言ったらもう絶対バズりますよ。なぜなぜあの、かわいい女の子がおじさん、もうやだよおじさんであることがこんなにねハンデになるとは思わなかった。おじさんって悲しい気持ちから悲しいわおじさんくしゃみもすごいですじゃあ混ぜ混ぜします。おごまあえを混ぜ混ぜしますねいいです。派生を作るのが早いですオリジナルを知らないからさすぐ飽きちゃう。正解わかんないから。でもこれでもう完成だからね。簡単、早い。いいでしょう、うん、これでいいのかな。味見はあれ、これ今って、はい、インゲンを何してるんですか。マーゼ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 これだったのかな。いや、ギャグじゃないんですよマーゼマーゼ、あ、なーぜなーぜだもんな。首をかしげるんですよ、なーぜなーぜ。マーゼマーゼやった。TikTok じゃ、ま、なーぜなーぜの派生のマーゼマーゼやろっかな。なるほど、バズらせてみようかな。ハッシュタグマーゼマーゼ誰が見つけに行くんだよOK 会えました。はい、インゲンのごまあえ完成です。トレンディいけるんじゃないですか。見た感じは良さげです。良さげはい、じゃあインゲンのごまあえいただきます。やっぱこの身が引き締まってるのを食べます。いただきます。
なるほど、味が薄いですね。やっぱりストレートだったんで、すいません、足します。おい今何やってるんですか。まぜまぜ。いや、竹中直人なの。笑いながら怒る人じゃないですか。めっちゃ昭和じゃん。違うぞ、じゃない。おい、やっぱタレをね、おいだれしたんでね。いきます。あ、さっきより味ありますね。あ、でもシャキシャキして、インゲンの素材の美味しさはめっちゃ感じますね。ただ味は薄い。やっぱ濃縮めんつゆだった方がいいと思いました。美味しいは美味しいですか。美味しい、美味しいっていうか、ボーノですね。あ、ボーノ。笑いながら。なんだかね、お前てめえみたいな。本当竹中直人さんに、美味しい。ま、全然味薄いじゃないか、このうまくできなかった。アンチョコが飛びましたけど。難しい。見たところでね、ええ、その材料揃えられてないから、それは失敗します。それ以前の。はい、まあ味付けはね、おのおので頑張っていただくとして、はい、インゲンはボーノでした、ちゃんとに。あ、よかった。まぜまぜしてボーノでしたよ。はい。いやーでもね、なんで3倍濃縮のめんつゆがなかったのは、なぜ？かっこいちのバズり動画になりそうです。皆さん、ぜひインゲン5枚簡単に作れますんで、味付けだけには気をつけて、皆さんもお試しあれ。皆さんの創意工夫でボーノしてください。インゲンの5枚作りしました。トレンディ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。トレンディ。